ああ、ムカつく。どうなさいました、ギエン様。バタイか。どうもこうもない。今度の社員旅行、北海道カニセーバツツアーの件だ。略して北バスですな。俺は別ルートから単独行動するのが男の生きがいだと言ったのだが、孔明のやつ、全く聞き入れようとしなかったのだ。孔明様にも何か考えがおありなのでしょう。ふん、バタイよ、やけに孔明をかばうではないか。いやいやいや、私も孔明様に降格させられて恨みを持つ男です。孔明のやつが陰口を言いふらしているに違いない。わしも会社ですっかり浮き上がってしまった。ピエン様。何？いや、ギエン様。誰が聞いてるか分かりませんから、どうかボリュームを小さく。まあいい、バタイよ、あれを持ってこい。ギエン様、昼間から酒ですか？違う。あれと言ったら横山ミステル先生の武田信玄に決まっておろう。また強引な展開ですな。わしはの新田次郎先生原作の武田信玄全10巻は三国志に匹敵する傑作。これを読むのが男の生きがいだと思っておる。続巻の武田勝頼全5巻はどうですか？無論男の生きがいだ。最強の将軍たちがいながら後継者問題に揺れて衰退していく様は我らの育成と被るではないか。そういう解釈もありますか。ちなみに原作の新田次郎先生はこの後大久保長安を主役にした小説を書いて武田三部作とする構想だったようだ。ほほう、それは興味深いですな。この大久保長安執筆中に新田次郎先生は亡くなられたそうじゃ。男の生きがいだったろうに。残念じゃ。ぜひ横山先生の作画で読みたかったですな。ところでのまた、この漫画武田信玄を読むようでわしは悩んでいることがあるのじゃ。ほほう、豪遊を誇る義援様がお悩みとは。わしはの、はい、わしはチリがチンプンカンプンなのだ。プルルル。いきなり何ですか。歴史漫画は好きなのじゃが、漫画の中に出てくる地名が苦手なんだ。方向音痴だし、漫画に書かれている地名がどこだか理解しないまま読み進めてしまっておる。まあわからんでもないですが、それでよく孔明様に単独行動がしたいなと文句つけられましたな。武田信玄の最後の方になると地図を見て周囲があっと驚く作戦を立てるシーンが多いであろう。意味がわからなくても雰囲気で楽しめるのじゃが、なんか悔しいのだ。わかります。手っ取り早く何か地理の理解力を深める方法はないかの？ございません。食い気味に言うな。やはり地道に勉強していくしかないのではないでしょうか。座学は苦手じゃのう。現地に赴いて自分の目と耳で深く記憶に刻み込むことに勝るものはないでしょう。わしは方向音痴だと言ったじゃろう。義援様、地理に疎い歴史好きにとっておきの歴史スポットがありますぞ。なんじゃと？それはどこじゃ。武田軍団の気分がまるでベルトコンベアのごとくシンプルに観光できるスポットがあるのです。ベルトコンベア？それは三方ヶ原の戦い古戦場です。信玄最後の大戦とも言われる家康をボッコボコにしたあの三方ヶ原の戦い。三方ヶ原の戦い古戦場は静岡県浜松市にございます。そっから北にすぐ行ったところに戦いのきっかけとなった宝田の坂が、そして古戦場から10キロメートル南に家康の本陣浜松城が、この3点は一本の道を道なりに進むことでコンプリートできるのでございます。なんと。それでは地図を見ながら道を曲がったり、時刻表を見ながら電車を乗り換えたり、そんな必要も全くなく道なりにまっすぐ進むだけで三方ヶ原の戦いに関連する史跡を全て巡れるというのか。そう、まるでベルトコンベアーのように徳川軍を蹴散らす武田軍の景色を追体験できるのでございます。うおお、それも男の生きがい。バタイ、もっと詳しく聞かせてくれるか。私も孔明様に降格させられて恨みを持つ男です。義援様に協力いたします。さて、それでは私バタイが三方ヶ原の戦いの概要から説明させていただきます。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よっ、錦だね。この鉄球。1572年、武田軍が上洛作戦を開始、徳川領内に侵攻を始めました。武田軍は無人の脳一個ごとく次々と徳川の砦を落としています。やっぱ武田軍は無敵だな。家康は当時の拠点浜松城から出陣、遠流川を渡って現在の岩田一言坂で武田軍と戦いますが、相手を勝っていた武田勝頼に家康は軽くあしらわれ、浜松城を逃げ帰って
それっきり引っこもってしまいます。勝頼最高再評価。武田軍は続いて徳川の城二俣城も落城させます。そして天竜川を渡って現在の三方原台地に上陸いたします。目標はもちろん浜松城。家康も身構えます。やっちまえ素肌の城攻め。しかしさすがに家康の居城を落とすには時間もかかるしマンパワーも使います。一方三方原台地は台座のような盛り上がった地形ではありますが、上がってしまえば一面を見渡せる平地。徳川軍が打って出てくれれば得意の騎馬軍団で大暴れできます。そんな状況にするにはどうすればいいのか。信玄らは策を練ります。出た武田軍最強のブレインストーミング。突然武田軍は浜松城を無視するかのような進路を取ります。全軍3万を三方原台地の端にある大田の坂から下ろさせ、さらに西にある堀江城を攻撃する進路を取るのです。シンデレ作戦だ。武田軍が大田の坂を降りている。攻撃の報告が家康に伝わりました。籠城を決め込んだ家康の心に悪魔がささやきます。坂の上から武田軍の背後を襲えば一発逆転じゃね。これまでの負けを取り返せるんじゃね。ウィスパーウィスパー。家康にもそれが罠であることは分かっていたのかもしれません。それでも家康が出撃を決めるぐらい武田軍にとっても危険な挑発行為だったのではないでしょうか。どちらにとってもハイリスクハイリターン、それも男の生きがい。しかし武田軍は戦国最強とまで呼ばれた軍事のスペシャリスト集団です。自分らの連兵なら徳川軍が砲弾の坂にたどり着くまでに全軍で坂を駆け上がり体勢を整えるという無茶な要件をやってのけられる。そう信じてこの策を取ったのです。燃える。かくして家康が城を打って出たことが武田軍に伝わります。事前の打ち合わせ通り武田軍3万人が一気に坂を駆け上がります。焦れば大混乱、大渋滞を巻き起こし自滅しかねません。慎重にそれでもできる限り素早く移動します。遠征55勇坂を登る。この映像をご覧ください。こちらは後世に作られたでかい振動ですが、降りてみるとまるで巨大な台座から滑り落ちるかのような三方原台地の高さがよく感じられるいい坂です。この映像はウプ主が現地までわざわざ取りに行ったのじゃな。デイトナという電動折りたたみ自転車に乗って坂を駆け上って浜松城を目指します。バッテリーを覆うカバーがおしゃれだの。さて家康信玄間に合うのはどちらか。家康が宝田付近にたどり着いた頃、常に武田軍は坂を登り終え陣容を整えていました。早きこと風のごとく。これがその武田徳川が激突した三方ヶ原の戦い古戦場です。現在は霊園となっております。テーマが省けていい。今すぐ死ね。信玄の大号令で徳川軍は散々に蹴散らされ、味方はバラバラになって浜松城に逃げ帰ります。武田軍も追いかけます。カメラもその後を追いかけます。浜松城まで11キロ。もちろん道なりに400年前武田の武士がこうやってぶっ殺せと長い距離を追い回したのじゃの。逃げる家康はその道中茶店に立ち寄って食い逃げしたなんていう伝説もあります。実際にそんな暇があったのかどうかはともかく、道中には美味しい食べ物屋さんもいっぱい。大河ドラマ直虎の PR 番組に登場したうなぎ屋さんとハンバーグ屋さんもあるので、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。もちろん食い逃げはダメだぞ。さてここが浜松城ではなく、これは交番。交番を通り過ぎると市役所の手前に浜松城が、奥には見事な公園、スターバックスもありますぞ。おしゃれなスポットじゃの。ちょっと映像を交番より少し前に巻き戻すと、雑賀掛古戦場の前も通っていました。城に逃げ延びた家康が城を取り囲む武田軍に夜襲をかけ、崖に突き落とし一矢報いたと言われています。どのぐらいの崖かというと、これはその近所の映像ですが、おそらくこれぐらいの高さから武田軍は突き落とされたのではないでしょうか。仮面ライダーのショッカーみたいなノリだな。さらに最後にもう一つ、西成ではありませんが、おすすめのスポット剣持坂に向かいます。また坂か。坂に縁があるお。義援様は横山見捨てる武田信玄のこのシーンを覚えているですか。おお、大持ちの侍が武田軍に見つかり、合言葉は知らなかったために問答無用で殺される場面じゃな。それからその現場に向かいます。なんとそれも男の生きがい。この殺された侍は平手広秀と言います。織田信長の教育係だった平手正秀の孫です。正秀は知っておる。奔放な信長を諌めるために切腹したとか言われておるの。その孫平手広秀が信長からの援軍として三方ヶ原の戦いに参戦していたのです。負け戦に付き合わされたのか。土地に不慣れだったために浜松城にたどり着けず、ここで殺されてしまったそうです。地図の読めないわしには他人事じゃない話じゃの。大田の坂から距離にして 12km、 ずいぶん遠くまで逃げていたのじゃな。言い伝えでは咳をしてしまったために追手に見つかり、死後は喘息を治す神様として祀られたそうです。近年まで神社がありました。よくわからんが、それも男の生きがいじゃの。少し落ち着きましたか、義援様。馬体よ、尻に疎いんは
孔明様に文句ばかり言ってきたわしは愚かだった。あら、なんか反省してる。一本道なのに迷って死ぬこともあるとは恐ろしい。まあ今のような整備された道ではないでしょうけどね。今からすぐ社員旅行の文句言った件、孔明様に謝ってくる。うわー、なんか極端から極端。でも素直なところもあるんだな。どけ、孔明様に会って話がしたい。議員様、今はまずいですね。またお前か。孔明様は今大事な商談中だ。邪魔をするとただではおかんぞ。なに、若造めが、ただではおかんとはどうするつもりだ。わしを殺せる者があるか。